さて今回もね、大聖巨人軍復活戦のあたりやっていきたいと思います。はい、ということで伝統の一戦やってまいりました。巨人自体はね、2位と 6.5 ゲーム差ということで、まあ、安全圏ちゃ安全圏なのかな。ただ現実だとね、阪神が7ゲーム差で勝ちゲーム差をひっくり返されたこともあるのでね、まあそういう意味ではまだまだちょっと危険なところなのかなと思います。そして今日の先発でね、戸郷さんなんだけれども、戸郷さんすごいんですよ。ちょっと前にね、狙えるぞ3冠というタイトルの、サムネを作ったんですけど、現在4冠狙えます。まずね、戸郷さん防御率見てください。これすごくない？もうダントツ1位だよ、2位とね。あの2位の菅野さん、そして上沢さん、大貫さん、栗林さん、森下さんというね、もうセ・リーグの名だたる投手たちを抑え、もう1位と、すごいですね。そして、まあ、勝率の、まあ、ちょっとまだ13勝乗ってないから出ないんだけれども、まあ、あのこう見るとね、圧倒的ですよね。はい、そして勝率でも同率1位です。勝野さん、戸郷さん、菅野さんですよね。ただ勝野さん来て、まあでも戸郷さんが乗ってて、勝野さんが乗って、これあれか、73か来てギリギリ乗ってないんだな。うん、まあまあ、そして、奪三振数ですね、3位です。はい、全部門でトップ3にいるんですよ。すごいですね。防御率、勝利数、勝率で1位、そして奪三振数3位ということで、まだ狙える範囲ではあるよね。うん、でクオリティスタート 100%、 100! すごいですね。つかこう見ると登板数ちょっと少ないね、戸郷さん。あれ最初いなかったんだっけ、ローテに。どうだったっけ。なんか少ないよね、こう見ると。 10回しか投げてないってことでしょ。まあまあまあ、とりあえずすごいね。うん、さあ投手見ていきましょうかね。本当はね、4番手が戸郷さんだったんですけど、体力が回復しきってなかったんで、田口さんを4番手に回しましたね。その結果戸郷さんが不調になってしまいましたね。さっきまで不調じゃなかったんだけどね。はい、今日不調だね。監督試合ってね、調子のあれが一気に出るイメージあるんだよ、ピッチャーはね。大丈夫かな、田口さんもそのうち規定乗るかな。乗ってほしいね。そして戸郷さんこんな感じ、さすがですね。まあ、裏ローテなのもでかいよね。うん、思ってエースと当たるところで球種いっぱいの菅野さんも完璧にすごい。ただ防御率燃えたね。前回ね、俺日程飛ばしてて、菅野さんのローテのところ9対8とかになってたから、多分そこで燃えた。うん、で福谷さん、根松さんとか、福谷さん背番号24なんだ。うん、巨人では野手のイメージだよね。ピッチャーがつけたことあんのかな、いや、なんでもないです。はい、今なんか思い出しましたけど、気のせいですね。で豊樹さんがすごいいいんですよ。はい、そして太田さん、そして森さんですね。以上。さあ打線ですよ。打線どうなったか、まず聖夜さんですね。まあ、チャンスF じゃなきゃ、もっとね、あのちょっと下げたところに置きたかったんだけど、仕方ないね、チャンスF だから。そして併殺持ちでもある。そして開きがね、まあ、覚醒したと言っていいんじゃないかな、ね。まあでも、まあもうちょっとね、まあ、贅沢じゃないけど、もうちょっと欲しいかな。うん、まあ贅沢じゃないから、横浜のローツさんぐらい打ってくれればそれでいいんですけど。そして坂本さんですね。さすがですね。うん、衰えないこの方は。ただまあでもいいのか、あれちょっと前までさ、同じぐらいの打率だった気がするけど、やっぱ坂本さんがね、抜いてったね。さすがですね。そして岡本さん、今年こそね、30本乗せてほしいと思ったらもう乗りそうとか、去年の記録して6月中に超え、それは6月は無理か、7月までね、超えそうだね。でブアマン君ね、初めての当たりだよね。今のゲームさ、間違いなく助っ人が当たったからですよ。あれもう一人いた気がするけど、気のせいですよ。はい、で秋広さんがちょっと厳しいよね。これだったらまたヒューズにしてもいい気がする。まあ、あとは菊田さんいるけど、菊田ヒューズのどっちかの方がいいよな、このままだと。間違いなくな、もうちょっと様子見ます。そして松並さんで、山瀬さん厳しいと。小林さんあげる、また小林さんあげるかね。さあということでやっていきますか。相手高橋さんか、勝てる騎士ね。そして不調多すぎだろ。え、不調マジでこんなにいんの、やば。まあ、ブアマンにかけるしかないな、こうなったらね。頼んだ。さあということでやっていきますかね。あ、例えば甲子園で思い出したんですけど、動画撮ってる日にね、あのついに斉藤由貴さんが引退表明したということでね、悲しいですね。悲しい引退でした。うん、いや本当復活を期待してたんだよね、真面目に。うん、まあ甲子園のスターということもあってさ、でしかも六大学野球のスターなわけじゃん。だから俺正直ファンだったから、あ、高橋春さんこんなに防御率悪いんだ、イメージつかんだね。早稲田サンバガラスだっけ、大石さん、福井さん、斉藤由貴さんの、その3人のファンだったから、ちょっと悲しい気持ちがありますよね。はい、そしてショートの方も多分悲しいんでしょうね。ただこの動画が上がる頃にはもう速報でも何でもなさそう。ここはね、引っ張りかな。ここから不調が続くからね。さあキャプ頼んだ。じゃあちょっと岡本さん珍しくセンター返しをしてみるか。お、どうだ、落ちないかな。パワーあるしね。まあまあしょうがない。さあ戸郷さん10試合投げて9勝1敗ですね。登板数ちょっと少なかったよな、菅野さんと上沢さんと比べると。まあ、あの2人ちょっとエースだしな。さあ今日投げないと規定から落ちるので、あーマジか、それは島田さんの足を考えたら厳しいと思ったら、ナイスフィールディング。現実だったら絶対セーフですね。現実あんなフィールディングかませねえでしょ。島田さんだっけ、なんか桐生さんに勝った男っていうね。キリュウっていうとちょっとなんか僕、あのもうゲームやってるからさ、もう一人の方が浮かんでくるんだけど、みんなもわかるかな、キリュウ。誓って殺しはなんたらかんたらね。
さあそして打たれましたね。さあ次テルアキさん怖え。ようやくなんか成績上がってきた感あるね。ずっとさ微妙に成績だったんだよテルアキさん。あのアップデートする前だったしね、ミート F だったから。でもここに来て2割8分とかなってね。まあまあまあ現実のルーキーよりさ、そのなんか2年その年のドラフト、ゲーム内のドラフトから入ってくる選手の方がさスタメンになりやすい率どうにかしたいよなね。まあ、そしてあのテルアキ大山というドラフト1位完璧コンビは抑えました、ね。さあこう見ると、まあ、中日まだまだ怖いですね。引き分けのあれが大きいのかな。こう見ると勝率6割6割維持できるかな。さあブアマン頼んだ。久しぶりのホーラーに最近見てないと思った。なんで内角勝負でそっち構えると思ったら内角入ってきたが残念ながらあると。いやでも本当ね、斉藤佑樹さんお疲れ様でしたって言いたいよね。もう俺が言って何になんだって話だけど、まあ、これからまた斉藤佑樹さんと指導者やるのかな、見たいね。私はそう思うね、うん。さあバットに当たりませんね。いや数年後は斉藤佑樹さんが母校の創実を率いて甲子園優勝するんでしょ、楽しみだね、うん。世界が日本ハムファイターズの監督になって優勝に導くんだよね。 OK よかった。あのコンピューターのバグ起きなかった。今一瞬危なかったよね、一瞬カクってなってたよね、うん。さあ、あそういえばスタメンの秋広さんで思い出したんだけどさ、秋広さんがねあのついに1軍に上がったんですけど、なんとわざわざ2軍の試合があるのに、ね、1軍に上げたというのに、2試合、まあ、ベンチスタート、そして1試合だけスタあの代打で出て、まあ、レフトフライ、そして1試合ベンチ外、そして2軍落ちというね。悲しかったね、 かわいそうって落ちたねえ。なぜ使わなかったんだろうね原監督。なんか訳あったんだろうけど、ちょっと悲しかったですね。見たかったからいやちょっと見たかったからさ、まあ、僕が個人の話なんであれなんですけどね。いやだって1軍にあのタイミングで1軍に上げるって言ったらさ、なんとなくだけど使うそうだと思うじゃん。そしたらずっとベンチで出ることもなくと。あそして戸郷さんすごいね。あ上沢さん声だやったね。さすがさんに追いつけるかこれ。じゃあどんどん三振数上げていこう。あバットに当てられた。今日10奪三振ぐらいしときたいよな。多分菅野さんもう黙ってても絶対どんだけ最低に見積もっても8は絶対三振取るから。戸郷さん頼んだ。戸郷さん地味に監督試合での登板数多いんだよな、だからかな防御率がここまでいいのはと思ったけど、日程飛ばしでも普通に抑えてんだよな、すごいわ。小林さん衰えたな今、見た今の送球のふんわり感。あんなの小林さんじゃねえ。なぜインコースへ構えてしまったんだ。なぜインコースに構えてしまったんだ、外角勝負なのにねえ、ひどくないさあ防御率悪化してしまった。 1.31 になってしまった。いやまだ十分だな。さあ三振 OK。 今日80いきたいな。 OK 防御率に 1.2 キープして80奪三振の伝え。さあ岡本さんがホームラン数1。エニスすげえな。岡本さんとエニスさんの争いか、完璧すぎたな。つか中田さん序盤すごかったんだけどな。じゃあこれ岡本さんで一発勝負使うしかないじゃん。できればランナーで出てくんない誰か、マジで。2アウトで使いたくないんだけど一発勝負2アウトで使いたくねえんだマジで。さあキャプ頼んだ。ランナー出て、あこれ一発勝負か、頼むぞ。コツンとうまい。オッケー、さあ一発勝負確定だね。前でも併殺がありそうで怖い。いいね、一発勝負でもヒット打つことたまーにあるような、たまーに、ね、たまーに。さあ一発逆転頼んだ。さあ松井監督の一発逆転はきっとね効果があると思います。あ、先生、一発勝負対決、何これ、両方とも譲り合ってんのか、これ、これが伝統の一戦ですか、そうですか、はい。さあさあさあ、前回はね、最終回逆転したので、まあまあ、今回も取っていきたいところ、前回、最終回に5点台のピッチャー出てくるというね、超絶なめぷが行われたからまだよかったけど、危ね、やっぱちょっと甲子園は守備固くしないとダメだよな、去年のさ、松原さんがスタメンにいたメンツ、あれだったらいけたかもしれない。さあさあさあここで、さあマジか、おいノースリーでぶつけちゃうか、ナイスボール、いいね。さあブアマン頼んだ。うん、そっち構えるか。あ今日まだちょっとあんま采配的にはまってるものないね。まあそれでも点取らなきゃいけないんですけど、どういたしましょうか。こうかな。はい、さあ松波、さあ、あ来た、外角来た、いけるぞ。あーダメか、それコツンと合わせてたんだけどな、1軍上がった直後は。でもさ、守備はさほど上手くない右バッターが3割近く0本ってどうなんだろう、評価としては。なんかその指標好きな人からめっちゃ酷評されてそうな数字だよな、なんとなくだけど。
ね、松原さんの方がいいよな、正直これだったら。私若いがもともと良ければこんなことなんなかったんだぞ、マジ。若いがまともならこうはならなかったんだからな、マジで。てか若いも松波もドラフト1位なんだよな。若いに直接にかけようかなと思いたいけど、みんなさ外野成績残してるから使うところないっていう。まあ、松波サードあるが、岡本さんファースト回して松波サードにしてセンター若いって手もあるけど、一応そうそう、ヒット打とう、横林さん頼んだ。なんで見ていけれ、2球目振っちゃうかな。あー、うまい、的場くん。いや、的バッチにやられたね。さあ、ちょっと戸郷さん、本当今日勝ちつけて10勝一番乗りしてあげたいんだよな、頼むから。これでさ、勝率ランキングまたちょっと後退したらかわいそすぎて、もう泣けるよね。もう下手なドラマより泣けるよ。ね、そして、浅田の次の回、またツーアウトであんなに一発勝負、あ、ツーアウトじゃない、また岡本さんに一発勝負ってことにしたいから、頼むわ。ノーアウトで使いたいが。さあ、戸郷さん、前回の動画あたりから、また監督試合っぽさ出てきてるよな。そして取れない。監督試合ってショートザルなんじゃないかって、ちょっとたまに思うよね。まあ、坂本さん、ちょっと衰えたからな。しょうがないところは。よね、じゃあここでインコース勝負ですよ。内角勝負率ドーン、 OK。 さあ80奪三振乗るか、今日で。親の監督出てきた。よし、さあツーアウト追い込んだよ。満塁策取ってもいいけどね、まあ、7番なら取っちゃダメだな。あー、はい、絶望的すぎるだろこれ。なんで相手はそんなコツンと打てるんだい。 OK。 松波はまあ下手ってわけではないね、足が速いからさ。さあこの回大事よ、ひらきくん頼んだよ。ひらきにかかっている。さあ采配は当てた。ヒットもしかしてまだ坂本さんの1本だけ、もしかして、もしかしてだけどさ、相手さ5点台のピッチャーなんだよね。思い出してくれ、相手5点、1.2 何のピッチャーと 5.何のピッチャーでさ、当時あのこっちがまあ押し負けんのはちょっといただけないぞ。さあ、岡田さん一発勝負頼んだ。一発勝負がはまらないとちょっと悲しい。いや、これ使ってくるか。まあ、数字では勝ってるっぽいけど、あ、そのコースは。ほら、もう今日ダメそうだな。ガベ。また的場。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。もうなすすべなく1安打完封負け。もうどうしようもない感すごいわこれ、本当にね、もうろくでもなしこって感じで。はい、ということで、まあ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 、とりあえず今日は斉藤由貴さん引退、そして秋広さんまさかの2軍降格ということで、まあ、そんないろんなビッグニュースがありましたが、大正義は勝てませんでした。この動画が出る頃にはいつ頃だろうな。ということで、チャンネル登録をしてない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いします。そしてツイッターのリンク概要欄にあります。ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さようなら。じゃあ。